前の怒りや悲しみは理解できる。しかし俺に言わせればな、悪を殲滅しようとする行為だって悪そのものだ。半蔵、俺が悪だというのか？違う。人間なんていうのは多かれ少なかれ悪の部分を持っているってことだ。それを否定しても始まらん。ならば俺は悪などない光だけの世界を作ってみせる。蛇所の抜け人がいるのはここですね。野放しの悪人ほど危険なものはありません。確実に始末しないと。誰かと思って来てみればアスカたちにちょっかいを出した善人じゃないか。どうした？今度は私たちと学園祭をやりに来たか？私たち穂村愚連隊は学校ではないが、団体戦ならいつでも受けてやるぞ。悪の存在は善を惑わします。やはり見過ごすわけにはいきません。悪は許せないというわけか。まるで昔の私を見ているようだな。もっとも私が許せなかったのは善だったがな。あなたと同じにしないでください。まあ話し合ったところで分かり合えるものでもない。忍びなら戦って白黒つけようじゃないか。いいでしょう。望むところです。ほいほーい。じゃあ最初は私がやっちゃうよ。ホムだ。だったら初めは私がやるよ。ミレンか。頼んだぞ。私は指揮よろしく。ミュウチンが私の相手ってわけね。なんなのこのギャルっぽい子は。でも
こういう人と話したことないから、もしかしたら小説のネタになるかもしれない。え、未来人って小説書く人？ちょっと人の独り言を勝手に聞かないでくれる？だって聞こえたんだからしょうがないじゃん。っていうか、悪人の書く小説って興味あるんだけど。意外ね、あんた読書しなさそうな顔してるのに。あ、超失礼じゃない、それ。私こう見えても読書家だし。そうなの？毎日一冊は本読んでるし、オールジャンルかかってこいだし、漫画を描く友達にもアドバイスしてるし、関係ないけど般若心経が趣味だし。シー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 、うるさい！もうさっさと戦うわよ。じゃあ一つ約束、私が勝ったら未来人の小説読ませてもらうからね。シキ、鎮魂の夢に沈むっきゃないね。任務開始。固まる。
切る。鎮魂の夢に。小説読ませてもらおうかな。忍びの家のラプンツェルね。どうなのよ、感想聞かせなさいよ。ちょっと何とか言いなさいよ。ミライチンマジうるさい。真剣に読んでるんだから黙ってて。あ、面白かった。どこが面白いの。ミライチン、しー、まだ途中。なるほどね、読み終わったよ。やっぱり感想はいいわ。聞いたらもう書けなくなっちゃうかもしれないし。てかすっごく面白かったよ。未来人マジすごいじゃん。本当？設定がかなりぶっ飛んでるのに心理描写が丁寧に書かれてるよね。だから物語の展開にぐいぐい引き込まれちゃった。ありがとう。めっちゃ私好みの展開だし、未来人のファンになっちゃった。ってことで勝負はここまでね。え、私にとどめは刺さないの？とどめ刺したら未来人の小説が読めなくなっちゃうし、だから私はもう行くね。ほんと笑えないし、私が悪人の書く小説にはまるなんてマジありえない。こんなんじゃ悪を憎めないよ。どうしよう、黒影様。
わしはまたんで、スタコラさっさ。だって、捕まえた。鬼ごっこ楽しいね。なるほどな、今のは鬼ごっこやったんやね。なんや、ようわからんけど、追いかけられたから逃げてしもうたわ。みのり、鬼ごっこ得意なんだよ。黒影おじいちゃんにも褒められたな。そうか、みのりさんは足が速いもんな。ちっこいのに大したもんや。ねえねえ、まだまだ遊んでくれる？ようわからんけど、別にええで。好きにしたらええやん。じゃあ次はヒカケちゃんが鬼ね。みのりを捕まえて。待て待て待て。あ、ヒカケちゃん、ストップストップ。ん？どうしたん？みのり、戦わなくちゃいけないんだった。あ、そうやったんか。ほな戦おうか。でも、なんや、戦いたくないんか。みのりはもっとあけちゃんと遊びたい。ほなら戦った後に遊べばええや。本当にみのりと遊んでくれるの？遊びたいなら遊べばええや。なんか問題あるかな。ないない。じゃあ早く戦おう。ほな行くで。アマラ。
からんけど、すごそうやな。甘いな。うん、やるやんけ。甘いな。休憩が必要みたいや。わあ、みのり、やりすぎちゃった。ごめんね、ひかげちゃん。別に気にせんでええで。戦ったんやから当然や。でも、ひかげちゃん、しっかりして。なんか、ずいぶんとおかしな感じやね。わしはみのりさんの敵やなかったんかい。悪人は敵だけど、でもひかげちゃんは違うよ。こんなにみのりと遊んでくれたのは黒影おじいちゃん以外では初めてだもん。でも黒影おじいちゃんは悪人が嫌い。でもみのりはひかげちゃんが好き。悪人と遊んだら黒影おじいちゃんはきっと悲しむ。みのりはどうしたらいいの？そうか、それは難しい問題やな。どっちにしてもわしはこの体じゃしばらくはみのりさんとは遊べんわ。その間にゆっくりと考えればええんとちゃうか。みのり、ゆっくり考えてみる。みのり、えらい。みのりは賢くなりました。
見て。アラクモちゃん、どうして悪人の道を選んだ。我は悪人を切らねばならないというのに。この道を選んだことに後悔はありません。たとえムラクモさんと戦うことになったとしても。強くなったな、ヨミ。もう我がトイレについていく必要もないのだな。当たり前です。お手洗いは一人で行けますよ。夜はちょっと怖かったりしますけど。まさかまだ誰かについてきてもらっているのか。そんなことありません。なるほど、本当に分かったのですか。ではあの癖は治ったのか。寝るときに指をチュプチュプとおしゃぶりする癖だ。やっているわけではありません。お腹が減っているとき以外は普通に寝てます。ムラクモさんこそそのお面は何なのですか。ヨミには関係ない。関係ないことありません。だってムラクモさんは私の友達ですから。友達である前に我たちは忍びだ。そして我は善人、ヨミは悪人。戦いは避けられない運命なのだ。わかりました。そこまで言うのならお相手いたします。行くぞ、我らの友情に決別を。ブラクモ、鎮魂の夢に沈む。任務開始。終わりだ。遅い。力が満ちて100連戦突破。力が満ちてきた。100連戦突破。行くぞ。
してきた。悪くない。我の勝ちだ。ええ、私の負けです。どうしてこうなったのだろうな。同じ場所で育った、友達だったはずなのに。仕方ありませんわ。人にはそれぞれの道があるのですから。でも私は今でも村雲さんを友達だと思っています。命がけで戦っても、別々の道を行っても、悪でも善でも、友達は友達です。なるほど、そうか。我もそう思う。本当にそう思います。友達は友達、悪も善も関係ありません。村雲さん、ヨミ、ありがとう。あなたには大切なことを教えてもらいました。評価になったのでしょう。そうでなければこんな評価ありえません。